優勝したかった。あもしも君が心の中の悲しみだとか痛みを抱えくれなくなって全国までつなぐっていう気持ちで別になってやってきたので3年間これに向けてきたので3年生は少人数で3人しかいなかったのでとても最初のインターハイとかはこの大きい舞台に来れるとは思ってなかったんですけど最後のこの3年間の集大成ができる高校総体で準優勝という結果で終わったのはとても良かったと思います。ここまで俺も頑張れたのかなって思うからその本当にありがとう。負けないで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 大丈夫。インターハイにかけて今までずっと1年間練習してきて去年負けた分この今回の大会で優勝することができてとっても嬉しいです。一生でも多くできるように頑張ります。